今週の PSP インターネット教室、中村さんにお話を伺ってまいります。おはようございます。おはようございます。早いものでもうクリスマスイブです。メリークリスマスです。ねえ、本当にクリスマスシーズンってやっぱギフトがね、飛び交ったり自分のためにとかいろいろあるじゃないですか。はい、中村さんどうですか、プレゼント系は。もうずっと前に買っちゃいました。それは何をご購入されたか聞いていいですか。新しい Apple TV。 Apple TV、 私名前は知ってますけど使ったことがないんですけど、ええ、どうですか。いいですよ。2つあるんですよ今、高いのと安いのがあって、はい、やっぱり買うなら、うん、今回出た新しいジェネレーションのやつです。何がどうなってるんですか。アプリをダウンロードして、はい、自分で自分の Apple TV のメニューを構成できるんですよ、うん、はい、のとリモコンが Siri になったので、話しかけられるんです、リモコンに。うん、あ、そうですか。はい、時代が変わってきますよね。変わります ね、 ね。実はですね、それにはもう一つ目論みがあったんです。何でしょう。サテライトテレビをキャンセルして月々60ドルセーブするということです。私も今回初めて知ったんですけど、NHK ワールドがタダで見れますよ。ロイターもタダです。 ABC、NBC、CNBC、全部タダで見れるんです。そうすると、なんかテレビ、電波で見ないですよね。皆さんがインターネットでつながっているのが当たり前、はい、インターネットでつながってるということすら分かってないですよね。今年のクリスマス、はい、もう一つホットな商品として言われてたのが、そのホームセキュリティ、昔だとセキュリティ会社にお金を払ってインストールしてたのが、インターネットのおかげでセンサーとかドアコンタクトとかを買って自分でインストールして、はい、ネットのサーバーにつないで監視ができるというサービス、非常に安価にできるんですよ、はい、電気屋さんが来るのに、はい、玄関を開けなくちゃいけない、キーのロックアンロック、はい、どこにいてもドラえもんのようですね。いつでもどこでも。そうですよね、はい、そんなものが、以前にもお話した IoT のおかげでたくさんたくさん増えて、そのうちに寝てる間に車がどっかに自動運転で連れてってくれるような IoT も出てくるかもしれないですね。でも逆を言うと、いつでもインターネットでワッチされてるんですよ。それをハッキングされたら自分の生活が全部一気に崩れていくこともありえますよね。そうですね。あと悪いことしてマシンがつくんです。あー、そうですね、はい、今こういうお話を伺って危機意識というか、はい、それを持って便利なものを使っていくっていうことが大切かもしれないですよね。そうですね、まあ、全てが良くなってるとは限りませんから、わからないときはちゃんと理解して導入した方がいいかもしれないですよね、はい、2015年のホリデーギフトシーズン、皆さんもいろんなものをご購入になってると思うし、はい、ドローンとかね。ありますね。ね。ぶつけないようにしましょう。そうですね、登録しなきゃいけないですよ今、はい。はい、またそういうインターネットに関することをぜひまた中村さんに、番組でも質問は受け付けていきますので、はいはい、中村さん、今日の放送が2015年最後の放送となりますので、ラジオ聴きのリスナーさんに一言メッセージいただけますか。はい、今年も大変お世話になりました。来年も PSP インク全員で頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。はい、年末年始も PSP さんのサーバーは24時間体制。はい、お正月も出勤します。はい、あ、私ではないですけど。あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 PSP インターネット教室、この番組は PSP インクの提供でお送りいたしました。